ペロシ下院議長の台湾訪問で激怒している中国は、台湾海峡で軍事演習を開始している。そんな中、日本の EEZ 内に弾道ミサイル5発着弾との情報をキャッチしました。今回はこの弾道ミサイル5発着弾を詳しく見ていきますね。中国は絶対に意図的にやっている。台湾海峡での大規模軍事演習を見ると、やはり尖閣は同時に狙ってくると感じてしまった。2022年のアメリカのペロシ下院議長の台湾訪問を受けて、中国が予告通りに台湾本島を取り囲む6カ所もの空海域での軍事演習を4日から敢行。日本の波照間島近海の排他的経済水域 EEZ 内へも意図して弾道弾を着水させた。日本の防衛省の発表では、中国軍は福建省から5発、浙江省から2発、位置が特定できていない場所から2発の計9発の弾道弾を発射したとされており、これらの中の5発が波照間島近海の排他的経済水域 EEZ 内に落下したとみている。一方で、台湾の国防部は、このタイミングで発射された弾道弾の総数は11発だとの認識を示しており、日本の防衛省の見解とは齟齬があるようだが、中国から直接の標的とされているだけに、危機感は日本の比ではないだろう。なお、イギリスの軍専門誌として、著名なジェーンズ・ディフェンス・ウィークリーは、日本の防衛省が不明とした弾道弾の発射場所について、飛翔距離や部隊配置から、高性省から実施されたとの見方を示している。また、ジェーンズ・ディフェンス・ウィークリーは、独自の分析として、今回中国軍が発射した弾道弾には、少なくとも、ディフェンダー 15B とディフェンダー 16 という、2種類以上の中距離弾道弾が用いられたと考えられることを発表している。中国側のメディアが、画像として4日に発射したと報じた弾道弾は、本体の形状から、ディフェンダー 15B で、間違いないと見られており、これらは、装輪式の車両に搭載する自走式で、核弾頭も搭載可能な上、およそ 800km 以上の射程距離を持つと推定されている。また、翌5日に中国の国防省が公開した画像には、ディフェンダー 15B とは明らかに異なる弾道弾が含まれており、ジェーンズ・ディフェンス・ウィークリーでは、これが詳細な形式は不明だが、ディフェンダー16であろうとの見解を示している。ディフェンダー16は、ディフェンダー15シリーズの発展型として、少なくとも2種類以上のバージョンが開発されており、自走式の車両搭載型であるなど仕様も同様であり、射程距離が最大でおよそ 1000km ほどまでに延伸していると考えられている。日本政府は、これらの弾道弾の一部が、沖縄の波照間島近海の排他的経済水域 EEZ 内に着水したことに関して、当然その危険性を訴える抗議の声を上げているが、中国政府としてのこれに対する正式な見解は発表されていない。中国の外務省の報道官は、こうした日本側の抗議を受けて、日本と中国とは今回弾道弾が着水した海域について境界を定めていないため、当該水域が日本の排他的経済水域 EEZ 内だという理論がそもそも成立しないと述べている。こうした中国側の反応は無論予期されたこととはいえ、日本の排他的経済水域 EEZ 内そのものが当該の水域ではないとする全く噛み合わない見解を示しており、議論の前提からして、日中双方が相入れないことが見て取れる。もともと、排他的経済水域
EEZ とは、領海等を定める際に、基準とされる基線から、およそ 370km、200海里、内で、任意に設定可能な海域を指しているが、領海とは違い、その海域には、軍事的な、権利や権限りまで含んでいない。その意味では、仮に、今回、中国軍の弾道弾が着水した波照間島間近海が、日本の排他的、経済水域、EEZ だと、中国即座に認めたとしても、これが、即現在の国際法上の違法行為となるとは言えず、中国を糾弾する、法的根拠とはならない。しかし、当該国の排他的、経済水域、EEZ に対して、何の制約もなく、一方的に、軍事演習を敢行してしまえば、その当該の海域で出漁している民間の漁船等にも被害が及ぶ可能性もあり、行う側には妥当な配慮も求められている。今回、中国側は当該海域に対して軍事演習を行うことを一応は事前通告しており、これによって妥当な配慮を行ったとも解釈でき、であれば、当該海域が日本の排他的、経済水域、EEZ であると認めたとも言え、先の中国外務省の発言とは矛盾する。第二次世界大戦後の世界秩序の大枠としての国連憲章では、ある国が自国の要求に従わせる意図を持って軍事演習等を強行するならば、それは武力による威嚇であり、そうした恫喝行為は、明確に国際法に反する行為とみなし得る。そうした論理的な展開を避ける政治的意味合いからも、今回、中国外務省は、波照間島間近海が日本の排他的、経済水域、EEZ だとする日本側の主張を、その前提から認めない立場を表明したのだろうが、もはや議論は成り立たない。もっと言えば、仮にも、日本は純然たる主権国家であるため、今回のような排他的、経済水域、EEZ ではなく、対象が領海であったとするならば、中国の行為を国際的な神器に反する行動だと非難できるが、台湾はこれすら難しい。台湾は、中国にとっては、自国の領土の一部であり、中国大陸から共産党との争いに敗れて、同党に逃げ込んだ蒋介石らの国民党の反乱分子が今でも立てこもっているだけで、そこを併合することは当然の権利だと考えている。そのため、中国にとって台湾は国ではないため、今回の軍事演習に際しても当然のように、その領海にまで侵入して実施しており、周囲6カ所もの空海域でこれを行うことで、その気になれば、いつでも台湾を海上封鎖できることを示そうとした。こう書くと、中国の非道だけを挙げつらっているだけのように感じられるかもしれないが、1972年の当時のアメリカのニクソン大統領の訪中、それに倣った、翌1973年の日本の田中首相による日中国交回復で、日米が今の中国の在り方を追認したことも大きい。その当時は、中国が共産党の指導の下で、今のような経済発展を遂げ、ここまで軍事大国化するまでは予測していなかったかもしれないが、台湾の国としての扱いを、日米が共に終了する政治判断を下したことの影響は、今につながっている。そうでなくとも、今の共産中国は、1949年の建国から、わずか1年後の1950年には、当時独立国だったチベットに対し、西欧の支配から解放すると称して、軍事侵攻を行い、これを軍事力で併合し、今に至る支配を継続している。この中国によるチベットへの軍事侵攻は、同年に勃発していた、朝鮮戦争の対応に追われていた国際連合の隙をついて行われたことが功を奏して成功したとも言え、第二次
世界大戦の後に発足した国際連合も機能しなかった。歴史的に興味深いのは、1950年当時には正式な中国と認められていた今の台湾の国民党政府は、中国共産党とは敵対しつつも、チベットが中国の一部であるとの認識は同一であり、結果これを擁護する加害者であった点だろう。今の台湾がこの当時と同じくチベットの中国併合を支持しているとまでは思わないが、少なくとも当時はチベットを自国の領土だと主張しており、この2022年の現在では自らが中国への併合にさらされているのは皮肉ですらある。現在の台湾に対する中国といい、ウクライナに対するロシアといい、その多様の根底にあるのは相手国の主権を認めないという自国に都合の良い政治的な判断であり、国際連合の無力さも今に始まったことでないことは明白だろう。むしろ国際連合の常任理事国である国々が引き起こしている争いは、第一次世界大戦の傘下をもとに創設されたはずの国際連盟が機能せず、第二次世界大戦の勃発につながった歴史を彷彿とさせ、強権国家の復権を強く感じさせる。